プロデューサー、来てくれたんだね。ねえプロデューサー、ミキね、プロデューサーに言われてからたくさんいろいろなことを考えてみたんだ。ミキにとって大切なもの、欲しいものは何なのかって。でね、結論を言うと、ミキはやっぱ全部欲しいの。ミキ欲張りだから、これからもやりたいことは全部やりたいし、欲しいものは全部欲しい。だからね、ミキはみんなとアイドルもするし、ハニーのことも諦めない。それしかないの。ハニー、どうかしたの？ミキ、なんか面白いこと言った？昼寝をしたいとか言ったっけ？まあいいの。でね、今日はハニーにも考えてもらいたいんだよ。うん、ミキは答え出したつもりだよ。ミキはハニーのこと諦めないって。だからハニーもミキのことどうするか今すぐ決めて。ハニーにとってミキは何なのかって。それだけ？もっとミキのことギュってしたいとか、ミキとベタベタしたいとかないの？もう照れ屋さんなんだから。でもみんなの前でここまで言ってくれたら今は十分かな。そしてミキとプロデューサーのことちゃんと言っておかなきゃダメだから、ここにメンバーを呼んだんだよ。おめでとうミキ。プロデューサーさん、少し焼けちゃいますけど、ミキを大事にしてくださいね。ミキちゃんよかったね。プロデューサー、浮気とかしたら穴掘って埋めちゃいますよ。やっぱリーダーはメンバーに秘密を持ってちゃダメでしょ。それじゃ次行ってみよう。ミキちゃん、準備できてるわよ。はい、なの。それじゃあずさ、電気つけて。これは遊園地を貸し切りにしたミキとハニーの愛の誓いの儀式なの。まあ結婚式みたいなものだけど、ハニーいきなり結婚したら怒るでしょ。だからミキが事務所のみんなにハニーとのことを相談してこうすることにしたんだよ。うん、でね、そうしたらリツコさんたちがお膳立てをしてくれるって言うからお願いしたの。そういうことなんです。プロデューサーさん、ミキちゃんもお願いしますね。
リツコもって、遊園地の貸し切りなんて私以外の誰ができるって思ってたんですか？あ、この模様は叱るべき時期に映像化して販売予定です。それでコストを回収しますからよろしく。それじゃあ愛も誓ったことですし、プロデューサーさん、ミキちゃんも家まで送ってあげてくださいね。プロデューサー、くれぐれも送るだけですからね。ミキはアイドルで15歳、ここ重要ですから。でも二人っきりで帰れるように私が後の始末は全てやっておきます。これ私ですよ。みんながおめでとうって言ってくれて、ミキすっごく幸せって感じ。ハニーも幸せだよね。かなじゃなくって幸せなの。え、そんなの考えもしなかったよ。だってミキと一緒にいて好きにならないなんて変だもん。ねえプロデューサー、ミキ、プロデューサーをミキと同じくらい幸せにしてあげるからね。プロデューサーが欲しがってるアイドルアカデミー大賞、ミキ